こんにちは、太極拳インストラクターの竹内健二です。今回の動画は32式太極剣詳細解説動画をお送りいたします。ぜひご覧ください。 TC の説明をいたします。 UBC の返り部から南方向を向いて手を挙げましょう。両方の手が肩ぐらいまで上がった後、右の手を内側、左手を内側に動かしていき、右足中心になります。およそ右の手首が肩のあたりになってから、左東方向に左肩を着地して、ゴムになっていきます。その際に左手を払うて、右の腱を押し出していきましょう。右の足を前に出して、右かかとの外側を突き、外部になっていき、それから腱を押し出し、腱方向を見ましょう。左足を出して象ゴムブになりながら持ち帰る JJ を行います。UBC から TC、 両方の手を肩ぐらいまで上げ、右足中心になっていく際に右手が内側、左手もやや内側に寄せていきます。左の足も一旦寄せて、右手首を肩ぐらいの高さにした後、東左方向に左かかとをつきます。ゴムになっていきましょう。右かかとを修正します。腱を押し出した後、外部をしながら右かかとの外側をついていきます。徐々に右の足に重心をかけていきましょう。腱方向を見た後、左の足を前に出して象ゴムになりながら JJ 持ち帰る形になっていきます。 UBC から TC、南方向に返り部から両方の手を上げていきます。およそ手が肩ぐらいまで来た後、右足重心に変わっていきましょう。東方向に左肩をつきます。ゴムになる際に右の肩の中線と右の腱を押し出します。外部します。右の肩の外側をつき、顔を増盤部に変わっていき、腱方向を見ましょう。左の足を東方向に出して象ゴムブに変わり、持ち帰る JJ を行います。 UBC から TC、 両方の手を肩ぐらいまで上げた後、右足重心になる際、右手が内側、左の手足も内側に動かし、左東方向にかかとを出します。ゴムブになる際に右のかかとの修正と腱を押し出してください。外部しながら右かかとの外側を突き、顔を増盤部に変わります。象ゴム部になりながら右手で左の剣を持つ十字を行いましょう。 TC の説明をいたします。 UBC の返り部から南方向を向いて手を挙げましょう。両方の手が肩ぐらいまで上がった後、右の手を内側、左手を内側に動かしていき、右足中心になります。およそ右の手首が肩のあたりになってから、左東方向に左肩を着地してゴムになっていきます。その際に左手を払うて、右の腱を押し出していきましょう。右の足を前に出して、右かかとの外側を突き、外部になっていき、それから腱を押し出し、腱方向を見ましょう。左足を出して象ゴムブになりながら持ち帰る JJ を行います。 UBC から TC、 両方の手を肩ぐらいまで上げ、右足中心になっていく際に右手が内側、左手もやや内側に寄せていきます。左の足も一旦寄せて、右手首を肩ぐらいの高さにした後、東左方向に左肩をつきます。ゴムになっていきましょう。右かかとを修正します。腱を押し出した後、外部をしながら右かかとの外側をついていきます。徐々に右の足に重心をかけていきましょう。腱方向を見た後、左の足を前に出して象ゴムになりながら JJ 持ち帰る形になっていきます。 UBC から TC、南方向に返り部から両方の手を上げていきます。
およそ手が肩ぐらいまで来た後、右足重心に変えていきましょう。東方向に左かかとをつきます。ゴムになる際に右のかかとの中性と右の腱子を押し出します。外部します。右のかかとの外側つきがを増盤分に変わっていき、腱子方向を見ましょう。左の足を東方向に出して増盤分に変わり、持ち替える重心を行います。UBC から GC、 両方の手を肩ぐらいまで上げた後、右足重心になる際、右手が内側、左の手足も内側に動かし、左東方向にかかとを出します。ボブになる際に右のかかとの修正と腱子を押し出してください。外部しながら右かかとの外側を突き、がを増盤分に変わります。増盤分になりながら右手で左の剣を持つ十字を行いましょう。今回もご覧くださりありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録をお願いいたします。また私の著書、DVD、太極拳教室もよろしくお願いいたします。